と特別な寿司を頼んでみようか。はい、ちょっと待ってね。どうです、突然席を立ってしまった巨船さん、果たして特別な寿司とは。いらっしゃい、あいらっしゃい、いらっしゃいました。どういうことなんですか。俺は時々ここで握るんだ。ここの板前は俺のアシスタントだから。本当ですか。ただもう、いや無理やり入っていうのに。大串を叩いたその腕前は。この中入れるのかな、お寿司。この指の中に握るんだよね。ゴルフでいうとフィンガーグリップっていうの。これでステジャリ、ステジャリネタがやる。ステジャリ綺麗だな。でもありがとうございます、はい、あ、いいです、合格合格お前に合格って言われたくないよ俺は。いいですね。果たして肝心なお味の方は。絶対うまいはずだよ。いや本当にうまいですね。うん、美味しいと答えた松岡に対し小池は本音をズバリ。これじゃあ商売開いたら客はいなくなるんですか。お前俺商売してないもん。喧嘩するわけじゃないんですけど。と文句を言いながらも結局かなりのお寿司をいただいた松岡と小池。果たして芸能界のドン巨船さんはいくらおごってくれたのか。21,525円。21,525円。